はい、全国のバーエーファンの皆様、本日のメインレース日刊スポーツ杯極馬勲章を制した新参ボーイ号の阿部武富騎手にお話を伺います。おめでとうございます。ありがとうございます。さあ今日馬場水分が 0.5% とかなり乾いた馬場に見えました。実際馬場の状態とレースの流れはいかがでしたか？まあ、馬場がちょっと渋めだったんですけど、まあ、重量が、ね、春先ということでちょっと軽めだったんで、はい、まあ、思い切ってレースしました。はい、ゴール前は後ろから2頭が迫ってきていた中、見事逃げ切りました。砂障害で入ってからの馬の手応えは今日はいかがでしたか？そうですね、まあ、先行力と障害力がいい馬なんで、まあ、降りてから、ね、砂障害の上まで、まあ、逃げてれば、まあ、追いつかれることはないなと思って、はい、レースしました。はい、ありがとうございます。さてゴールデンウィークのバンエイトカチは明日もイベントが続きます。グルメが大集結する馬チカ、そして先着プレゼントやステージイベントなどが目白押しです。皆様のご来場お待ちしております。さあさて、たくさんの今日お客様来ていただきました。阿部武富騎手からですね、ファンの皆さん一言お願いいたします。そうですね、まあ、帯広も ね日に日に暖かくなってきたんで、まあ、これから熱いレースをたくさんお見せできれる、見せれるように頑張りますので、応援よろしくお願いします。おめでとうございます。阿部武富騎手でした。そして阿部騎手様に極馬くんがプレゼントされます。どうぞ皆さんお受け取りください。